やもう見た瞬間すごい気になってやっと実物見れたんですけど、完璧なポジションにあるんで、多分どんなポジションシートポジションにしても、どんなステアリングポジションの人でも間違いなく一番いいところに来てくれると思うんで、ここはすごいですね。逆になんか今まで確かになかったなっていうか、なんでなかったっすか、ここしかもこれ出しちゃうんだっていうなんかそこは、まあ、斉藤さん前にして言うのもあれなんですけど、まあ、でも本当にこれ出しちゃうんだってぐらい画期的 なんか、ね、タイムは詰められそうですよ、だいぶ。いやダメ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 いやでも本当にドライバー競技する人もそうですし、車を楽しみたい人、うん、例えば買って自分の車でサーキットドライビングしたいですとか、グラベル、自分の車でダートラに行って走りたいですっていう人も、もう買ってこれつければサイドもストレスなくやっぱ使いながら走れるんで、これって実際だって競技者で使ってる、ラリー2だったり、ああいったところもポジションって本当に重要なので、むしろあっちの競技者よりも欲しいところにある感じ。お、競技者でいいですか、はい、なので、まあ、これちょっとオートマの DAT の方なんで、はい、シフトの感じはあれなんですけど、これであとは、ね、シフトがどういう感じになるのかっていうのを、ね、見たいなとも思いますし、まあ、とにかくでも、もう初見で何もあっちだけ見てすぐに場所がこうやって分かって引けるっていうのはドライバーにとって本当に最高のポジションになると思うんで、もうすぐに自分の GR アリスにつけたいです。つけたいです、はい、すごいすごいな。こういうところにあると結構体がねじれちゃったりして、うん、車の挙動が感じにくくなっちゃったりするんですね。なるほど。やっぱポジションってすごい大事で、力入れて引くんで、うん、こう体がブレないままやっぱり引けるっていうのもすごい大事ですし、斜めにこうやってあるやつもあるんですけど、あれってやっぱり高い位置にある、はいはい、こっち側の力がかかると体もやっぱりブレちゃったりとか、うん、で、ね、車の挙動をやっぱりしっかりシートで支えて感じないといけないので、そういった意味でもすごくいい場所にあって、僕はパーフェクトな場所です。おすすめですか、高本さん。はい、ご利用したいです。ご利用したいです、はい、ありがとうございました。はい、はい、もう日本中というか世界中の車好きが食いつくと思うので、はい、ここは